それじゃあ主演女優さん、締めの演技をよろしく。また？立派な女優はそんな文句を言わないの。分かったよ。こうして私たちは奇想館を後にしました。これからまた新たな事件に出会うとは知らないままに。投げた次回の話に続くって感じで。これで終わりのようだな。でだ、どうやらお前が持ち込んだ2本のフィルムは今見た通り間違いなく10年前のプロジェクトのパイロットフィルムだったわけだ。お前さんはずっとこいつを探していたわけだが、どうだ、これで満足したか。満足？俺は別に満足を求めてこいつを探していたわけじゃありませんよ。ほう、それじゃあなんでこんなものを探すのにムキになってた。見たところごくごく普通のミステリードラマだ。フィルム内には特にペンディングになる理由も見当たらなかったし、おそらくその理由は別のとこにあるんだろう。わざわざ探し出してみるほどのこともなかったと思うがな。いえ、これだけでも価値はありました。少なくとも俺にとっては。それは。映写室をお貸しいただきありがとうございました。おい、ヤグモ。何です？これを見て満足はしてなくとも納得はしたんだろ。だったらこんなものもう忘れた方がいい。お前はそれより今のプロジェクトに目を向けるべきだ。せっかく世に出る貴重なチャンスなんだからな。忠告は感謝します。でも忘れることはできません。よ、作業の進捗はどうだ？いや、ようやく終わりが見えてきたってとこすかね。なんせ全部で50時間超えのデータっすから。まあ、品班中ほぼずっとカメラ回しっぱなしだったからな。それぐらいの尺になるか。とりあえず品班資料として使えそうなとこと特典映像としていけそうなとこだけ切り分けてますけど、それで70分くらいですかね。うん、そんなもんだろ。そのまま続けてくれ。了解っす。それと、ん？いや、モノハンの事件現場のシーンとか
全部最終データからは弾いちゃっていいんすよね。ああもちろんだ。そんなもん他人にも見せられないし、こっちとしても残しとくわけにはいかないだろ。そもそもあれはあくまで事件の解決のために取ってたもんなんだからな。無事解決した今となっちゃ用済みだ。そっすか、よかった。監督のことだからいい資料になるとか言って残すんじゃないかとハラハラしてましたよ。人をとんでもない悪趣味人間みたいに言うなよ。今までの言動を見てるといい趣味してるとも思えないっすけどね。しっけえな。まあでも安心したっす。モノホンの殺人現場の映像がハードディスクに入ってるなんて考えるだけで気持ち悪いっすもん。ああまそれがまともな感性だよな。とりあえず今夜中には終わると思うんで、作業終わったらサーバーの方に上げときます。一応マスターデータと切り出したデータと2つフォルダ作っておくんで、問題なきゃマスターの方は監督が消去しといてください。自分が勝手に消すわけにもいかないんで。ああ、わかった。大変だろうがもう一頑張り頼む。うっそ。Thank you.
いや、マックスちゃん、さすがに今回ばかりは焦ったよ。マスコミに嗅ぎつけられる前に真犯人捕まったからいいけどさ、警察から逃走なんていくらなんでも弾けすぎだって。申し訳ありません。どうも無実の罪をいきなり着せられたもんでパニクってしまったみたいで。まあ気持ちは分からなくもないけどね。警察から紹介が来てこっちは大変だったんだよ。役員の中からはペンディングにしろなんて発言も出ちゃうしさ。まあそこはなんとか僕の力でギリギリ抑えてはいたけどね。いや本当、今回の件では磯上さんのご尽力に感謝しています。うんうん、まあそこは作品で返してくれればいいよ。マックスちゃんのことはずっと僕も買ってるんだからさ。でプロットの方はどう？そろそろ手をつけておかないとシナリオライターへの発注も間に合わなくなっちゃうけど。構想はまとまりつつあります。いいシナハンできたんでしばらくはそちらに集中しようかと。そうならよかった。マックスちゃんと相性良さそうなライターさん捕まりそうだからさ、そっちもよろしくね。二人でいいシナリオをあげて弾けちゃってよ。はい、これ以上ご迷惑をかけないよう全力で頑張ります。頼んだよ。ごめん待たせちまったか。先に入っててくれてもよかったのに。いえ、せっかくの顔合わせなんですから監督と一緒にお店入ろうと思って。妹さんたちもう入ってますよ。さっきここで会ったので挨拶させてもらいました。そっか、じゃあちょっと早いけど入ろうか。はい。お兄ちゃん、こっちこっち。バカ、声でけえよ。ごめんごめん。あ、それじゃ紹介しとくね。こちらが私を使ってもらうことになってる山岸監督。はじめまして、山岸健太郎です。どうも、八雲凛太郎です。アジアフィルムコンベンションでの作品拝見してますよ。あれはいいですね。イブセ監督が高評価を与えたのも分かります。あ、いえ、恐縮です。俺も監督の作品ほとんど見てますよ。なんというか限られた予算でもいいものは作れるんだってこう勇気づけられます。そう言われるとちょっと照れますね。散ってる散ってる、バチバチ火花が散ってるね。そうですか？普通に話してるように見えますけど。
表面上そう見せてるだけで、二人の間じゃバチバチと火花が散ってるよ。なんせ今回のプロジェクトは三人の監督の共作なんだからね。そりゃ負けられないよね。ほう、私だって主演として一番の評価取るつもりだけど、実際ひとはちゃんと会ってみたらこりゃかなり手強そうだね。そうですか。うん、でも私負けない、負けないから。必ずやあなたに勝って、私が主演として一番輝いてみせる。ドン。無理にライバル感出さなくていいですよ。っていうか面白がってるだけなんじゃ。バレた？そういうのちょっと盛り上がるかと思ってさ。まあ、せっかくの共作なんだし、みんなでプロジェクト盛り上げてこうよ。ね、山岸監督、お兄ちゃん。もちろんそのつもりですよ。ああ、絶対成功させなくちゃな。うん、ほんじゃプロジェクトの成功を祈って。乾杯。咲夜さんはこれからどうするんですか？明日から山岸監督が品藩で島根回るからさ、私も一緒に回るつもり。ひとはちゃんみたいに本物の事件に遭遇するの楽しみだね。いや、そんなのそうそうないと思いますけど。昨夜お前その調子で山岸監督に迷惑かけるんじゃないぞ、マジで。わかってますって。今までだって別に迷惑なんてかけてないもんね、監督。まあ大丈夫ですよ。妹さんのことは心配せず任せておいてください。任されちゃいます。たく、昨夜のことを本当よろしくお願いします、山岸監督。ええ、プロジェクト全体が盛り上がるようにお互いいい作品を作りましょう。ひとはちゃんはお兄ちゃんに手出されないように気をつけてね。変なこと言うな。じゃあね、お兄ちゃん、ひとはちゃん。はあ、やれやれ、相変わらずだな、あいつめ。面白い妹さんですね。監督と似てるような似てないような。似てないと思うけどな。どうでしょう。ま、それはともかく、ひとはちゃん今ホテル住まいだっけ？俺が出すからタクシーで帰りなよ。もったいないからいいですよ。まだ時間が浅いからバス使います。そっか、じゃあバス停まで送ろう。はい。監督、次の品班どこにするか決まってるんですか？まだ未定かな。プロットを提出しなきゃいけないから、しばらくはそっちに集中しなくちゃだ。そうですか。でも次も一緒に品藩に行くの楽しみにしてます。怖いこともいっぱいあったけど、今までのも楽しかったですから。そう言ってもらえると助かるよ。ほんと大変な事件に巻き込んでばっかりだったからな。そうだ、監督、お願いがあったんですけど。ん？何？今までの品藩で私が映ってるシーンまとめて DVD に焼いてもらえませんか？実家のお父さんに送ってあげたいんです。ああ、
そんなことならいくらでも用意できたら渡すよ。ありがとうございます。なんかお父さん心配性だから、私が元気にやってるって見せてあげたいんですよね。まあ普通の親御さんからすると芸能界ってだけで心配だろうからな。それじゃお父さんが安心できるように、ひとあちゃんが元気にやってるシーンをより抜いて編集しとくよ。本当ですか？約束ですよ。ああ、俺の編集の腕前見せてやるぜ。はい。約束。ひとあちゃん？おい、ひとあちゃん？おい、しっかりしろ！ひとあちゃん！ひとあちゃん！いや、ひとはちゃん倒れたって連絡受けた時はめちゃ焦ったよ。どう？今朝の調子は。点滴してもらってぐっすり眠ったらもうすっかり元気です。ちょっと疲れが溜まってただけなんで、そんなに心配なさらないでください。そっか、いろいろ盛りだくさんの品班に付き合わせちゃってたからな。ほんとっすよ、あんなドタバタだらけの品班普通ないっすもん。ちった反省してください。そうする。大丈夫ですよ、私なら今日にも退院していいくらい元気になりましたから。まあそうは言うけど、お医者さんからはもうちょい入院してろって言われてんでしょ。だったらそうした方がいいよ。そうだな、実際の撮影まではまだ間があるし、今は無理しない方がいい。でも、まあ着替えとか日用品とかで必要なもんあったら自分に言ってもらえば持ってくるからさ、女の子同士なら頼みやすいっしょ。そうですね、ありがとうございます。ご家族の方ですか？あ、いえ。自分らは仕事仲間っすけど。そうですか。監督、戻りましょう。おう。でっと、これからどうすんすか？一応監督それぞれが3話ずつ担当するんだから、もう1箇所くらいは品班しとかないとっすよね。まあそもそも女優さんが品班に同行する方がイレギュラーなんすから、別に自分らだけでもいいとは思いますけど。とりあえずはプロット提出期日が近いから品班は後回しでいい。それより、なんかあるんすか？いや、10年前のプロジェクトについてもう少し調べておきたいんだよ。ほう、そういや奇想館でフィルム見つけたって言ってましたっけ？あれ見たんでしょ？なんかあったんすか？いや、何もなかった。ごくごくまともなミステリードラマだったよ。じゃあそれでいいじゃないですか、何もなかったんでしょ？いや、あそこで見つけたのは
1話と2話の分だけ。2話のラストで次回を匂わすセリフがあったから、もう1本第3話のフィルムもあるはずなんだ。なんとかそれを見つけ出したい。そこにプロジェクトがペンディングになった理由があるかもしれないからな。はあ、でもなんでそんなもんにこだわってんすか？そもそもそれがどういう理由でペンディングになったって今の撮影に関係ないじゃないすか。まあそれはそうなんだが、まあいいっすけどね。監督が気になるってんなら自分も手伝いますよ。シナハンデータの切り出しは終わったから、しばらくこっちの作業はないし。まあなんだかんだ言ってゲロ少なかったけど、ボーナスももらいましたからね。ゲロ少ないは余計だが、そう言ってもらえると助かるよ。ただちょっと気になるんすけど、なんであの奇想館にそのフィルムがあったんですかね。関係性がさっぱりなんすけど。俺が見たフィルムではドラマの2話の舞台が奇想館だったんだ。妙な仕掛けがやたらある建物だとは思ってたが、どうやらドラマ用のセットとしてわざわざ建てられたものらしい。うわ、建物一つ丸々建てたんすかね。結構な予算が出てたってことすか。まあゼロから建てたんじゃなくて、既存の建物を改造したのかもしれないけどな。それにしても予算的にはかなりのもんだろう。でもそうだとして、そこにフィルムが置いてあるのはやっぱ変っすよね。撮影後のセットの中に大切なフィルムを置きっぱなしにしとくわけないし。それだよ。当時のスタッフがたまたま忘れていきましたなんてことあるわけがない。マスターならそんな存在な扱いすることは絶対にありえないし、複製だとしてもなんでそんなところに置かれていたのかわからない。おそらく何者かがどこかで入手したフィルムをあそこに保管してたんだ。犯人だった遠峰優吾がってことすか？それならわかりやすいが、そもそもあいつと10年前のプロジェクトに何の関係性もなさそうだからな。あいつがそんなものをわざわざ入手するとも思えない。はあ、だったらこれからどうするんです？なんか当てがあるんすか？そうだな、まずは島根県警察署だ。三沢刑事たちはもうこっちに戻ってきてるはずだからな。なんだよ。いや、ちょっと自分警察署は昔よく絞られてたもんで、どうも苦手なんすけど。別に今やましいことなければ大丈夫だ。ほら行くぞ。やだな、やだな、怖いな、なんだろうな。ほらさっさとついてこいって。三沢さんは今別件の連絡取ってるとこだ。ていうかお前らこそ二人だけか。ひとはさんはどうした？ひとはちゃんはちょっと今日は別行動でして。な
んだ。じゃあ俺はこれで。ちょちょちょ、何帰ろうとしてんすか。まだ4時何も言ってないっすよ。なんだ用事って、言ってみたまえ。優子の件なんですが、事情聴取は進んでますか。遠峰優子か。意外に素直な態度で聴取に応じてるからな。順調に進んでいるよ。それじゃあいくつか聞きたいことが。待て待て、奴の供述について聞きたいという話なら無理だぞ。取り調べ中の情報なんて漏らせるわけないだろ。いや待ってください、俺だって奴に監禁されて殺されかけた被害者だ。多少は教えてもらう権利が。ダメだ、そんなことしたら自分が三沢さんに大目玉食らうだろう。しかし。しかしもへったくれもない。待ってください、ケイシノさん。そこをなんとかなりませんか。キラキラ。何の真似だ。ひとはちゃんの真似してみたんすけど、どうすかね。うん、次やったら逮捕な。ちょちょちょ、病気で倒れてるひとはちゃんがどうしても知りたいって言ってんすよ。何？ひとはちゃん今入院してて、病院のベッドでなんとか警視の刑事に聞いてほしいって言ってたんす。ひとはさんが入院してるってのは本当か。ほんとほんと、一人で入院してて心細いとも言ってたっすね。なんてことだ、かわいそうに。すぐに見舞いに行かなくては。病院はどこだ。それはちょっと。ちょっとってなんだ、教えたまえ。そうは言ってもプライバシーってもんもありますしねえ監督。そうだな、勝手に俺たちが教えていいもんかどうか。待て待て、自分と君たちの仲じゃないか。それぐらいは教えてくれても。ケイシノさんと俺たちの仲。そうだ、一緒に事件を解決した仲だろ。だったらちょっとぐらい事件について教えてくれてもいいですよね。わかった、何でもというわけにはいかないが、内容によっては答えよう。それで何が聞きたいんだ。まず優吾が熊代有限祭だったのかどうかです。奴の背後に別の人物として存在している可能性が高いと俺は見てるんですが。それか、それについては今断言は難しいな。難しいというのは。メールの発信元と突き合わせて奴の証言の確認中だ。それが済むまでは軽々に断言できる話じゃない。なるほど、それは理解できます。質問はそれで終わりか。いや、もう一つ、起訴官についてなんですが。起訴官？あの建物がどうかしたのか。いや、あれ、こちらで調べたところ、10年前にある撮影のためにセットとして用意された建物でした。その時点では所有者は島根テレビだったと思うんですが、一体優吾のやつはどうしてあの建物を手に入れたんです。それか、確かに奴の供述でもその話は出てたよ。どうやら元々あった既存の建物を改造して撮影に使ったものらしいな。やはり。
で、撮影後取り壊す予定だったのを遠峰雄吾の父親が面白がって買い取ったそうだ。それを遠峰が創作活動の場として使いたいと父親に頼んで事件の現場になってたってことらしい。なるほど。質問は以上か？ええ、とりあえず今知りたいことはこれだけです。ありがとうございます。それじゃ俺たちはこれで。忙しいところお邪魔しました。あ、待て待て、ひとはさんの入院先は？自分と君たちの仲だよな、教えてくれ。松江衛生病院っすね。このすぐ近くっす。松江衛生病院、そうか。よし、後でお見舞いに行かなくては。うん、それじゃあ失礼します。どうも。マガリ、ひとあちゃんが入院してるの松江衛生病院じゃなくて私立病院なんだが。そうっすよ。あんなの寝巻き姿で入院してるひとはちゃんに近づけられないっしょ。ああ、ま、そうだね。そういうことっす。こんにちは、お二人さん。あ、どうもモナミさん。今日は改めて先日助けていただいたお礼の挨拶に来たんですが。あら、それならこの間出雲そばのお店でご馳走になったし、もういいのに。いや、それでも改めてお二人にしっかりお礼をしないと。さすが八雲くんね。そういうの大人の男性って感じで素敵よ。いや、監督、いちいち鼻の下伸ばしてんじゃねえっすよ。うるせえな、別に伸ばしてねえし。ん？どうかした？いえ、何でも。それより、イブセ監督は？それが、今ここにはいないの。ごめんなさいね。モナミさん置いて、どっか行かれてるんですか？ええ、今プロット作業に入ってて、そういう時は完全に一人だけでいたいからって。他の人ならともかく、モナミさんは近くにいてもらった方が、イブセ監督もいろいろやりやすい気がしますけどね。本当は私もそうしてもらった方がマネージャーとして助かるんだけどね。どうもプロットやシナリオ作業は他人がいると書けなくなっちゃうらしくて、そういう時はこちらもそっとしておいてあげるのがいいのよ。イブセ監督はほら、ああいう人だから。ああ、なんとなくそんなタイプなのはわかります。でしょ。そういうわけですので、イブセ監督には私からお二人のことお伝えしておきますから。ねえ、
それじゃあお願いします。ん、どうかしたんすか？あ、いや、今見知った顔がいたような。ん、どこっすか？いや、後ろ姿をちらっと見ただけで、もう消えちまった。ほう。おい、あれ。え？あ、あれ一緒の旅館に泊まってた。日比谷さんだ。やっぱりさっきのは見間違いじゃなかったな。日比谷さん。ん？おお、君たちは。どうも、湯の津でお会いしましたね。ああ、あの後大変だったみたいですね。新聞で読みましたよ。お恥ずかしい話で、随分世間を騒がせてしまいました。なーに、あなたは監禁された被害者なんですからね。別に恥じることもないでしょう。そう言っていただけると。日比谷さんはどうしてこちらへ？相変わらず撮影旅行っすか？ああ、今回はどちらかというとそれはついででしてね。サラリーマン時代の後輩の顔を見ようと思ってこちらへ来たのですよ。へえ、それは楽しそうっすね。そうですね。一昨日彼と飲んだばかりですが、懐かしい話がたくさんできました。あの、先ほどサラリーマン時代の後輩とおっしゃってましたが、それは映像関係の？ほう、どうしてそう思われました？あ、いや、違ってたらすみません。ただ、湯の津でお姿を拝見した時も思ったんですが、カメラを構える姿が素人離れしてるというか、どう見てもプロ経験者だったもので。ご明察と言っておきましょうか。さすが同業の目はごまかせませんな。実は私、かつて島根テレビに勤めていたのですよ。今、自分らそちらの案件受けてるとこっすよ。おお、では後輩のこともご存知かもしれませんな。後輩の方の名前、伺っても？構いませんよ。佐山という男なのですが、しかし彼は今は資料センター所属だから関わることはないのかな。佐山さんなら俺たちも存じ上げてますよ。前からお世話になってます。おお、それはそれは。人の縁というのは不思議なものですね。佐山さんももともとは本社所属だったんですか？ええ、カメラマンとして私の下でやっていたんですが、ただ10年前にちょっといろいろあって一旦退社しましてね。それはどういう？
私は直接関わってはいないので詳しくは知りませんが、あるプロジェクトに参加したのが原因だとか。その後数年はくすぶってたらしいのですが、結局昔の知り合いのつてで資料センターに収まったようですね。そうだったんですか。それが何か？いえ、何でもありません。ただ、佐山さんもいろいろあったんだなと。そうですね。思うところがいろいろあるとは思いますが、そのあたりについては私も触れないようにしてますよ。ですね。俺もそうします。なんだ、また遊びに来たのか。こっちは暇を持て余してるから別にいいけどな。そういえば佐山さん、ちょっと気になってたことがあるんですが。なんだ。いや、この前佐山さん何日か無断欠勤したでしょ。あれ結局何だったんです？ここのスタッフの人が連絡もつかないとか言ってたから、行方不明にでもなったのかと思って焦ったんですが。ああ、それか。お前さんにまで心配かけたんなら申し訳ないとは思うんだが。だから字で何ですか？よく聞こえないんですが。だから字の手術だったんだよ。はあ。じってあの字っすか？お尻の？そうだよ。他に何があるってんだ。いや、それならそれで有給とか取ったよ。ただどうも恥ずかしいから上司以外には伝えてなかったんだ。それを勘違いしたスタッフが行方不明だのなんだの騒いで立ってだけだよ。ああ、そういうこと。いい年してそんな恥ずかしいとか。乙女っすね。うるせえよ。つか現に今お前に笑われてんじゃねえか。そうなるから隠しときたかったんだよ。その気持ちはわかりますよ。でも手術ってことはこの辺りだとやっぱり松江市民病院ですか？ああ、昔からあそこで見てもらってるからな。あそこはいいぞ。設備も綺麗だし患者への対応も丁寧だ。それじゃあもし俺もそうなったらそこで見てもらうことにしますよ。ああ、そうしとけ。あれ、どこ行くんすか？
ひとはちゃんの病室は循環器内科っすよ。ちょっと確認したいことがあってな。え、こんなとこに用事って、まさか監督も実っすか？そうじゃねえよ。佐山さんの手術について確認取っときたいんだ。おお。ちょっとすいません。はい。ここに佐山周平さんって方が入院してると思うんですが、見舞いに来たんですが、どの病室のプレートにも名前が見当たらなくて。そうですか、少々お待ちください。佐山周平さんという方ですが、日帰り手術でしたので入院はされていませんね。日帰り手術ですか。おかしいな、入院するって話聞いてたんだけどな。それほど大した症状ではなかったので入院の必要はなかったようですね。手術したといっても翌日には普通に職場に出られる程度のはずですよ。そうですか、どうやら俺の勘違いのようですね。どうもお手間をおかけしました。今のどういうことすか？どうもこうも聞いた通りだ。少なくとも3日以上は欠勤してたはずだが、その理由は入院じゃなかったってことさ。なんでそんな嘘を？理由はこっちが知りたいな。あの人は何か隠してる。問題はどうやってそれを吐かせるかだが。ちょっと席を外してるって感じっすね。トイレかな。だったらちょうどいい。今のうち用件を済ませてしまおう。え？よし、こいつにしとくか。ちょ、何してんすか。そんなもんパクるなんてせこすぎっしょ。まさかボーナス出したせいでそこまで貧乏になってるんすか。ちげえよ、こいつで指紋を取らせてもらうんだ。指紋？ああ、これで用は済んだ。とっととずらかって事務所に戻るぞ。あ、ちょっと。確かこの辺の、あったあった。ほら見ろ、プロジェクト始まった時に広島のホームセンターで買っておいた指紋採取キットだ。指紋採取キットって、なんでそんなもん買ってんすか。ちょっと面白そうだったし、ミステリーのネタ出しに何か役に立つかと思ってな。んな、わけのわからんもんばっか買ってるからボーナスも危ないほど金がなくなるんじゃないすかね。いいじゃねえか、実際こうして役立ってるだろ。
蛍光パウダーを担保でパタパタっとしてと、余分なパウダーをハケでちょいちょいっと飛ばすと、うわあ、出た出た。おもちゃっぽい感じでしたけど、結構はっきり指紋が取れるもんなんすね。あとは採取テープを貼り付けて、黒い台紙に貼れば完成だな。完成だな。わ、いいっすけど、これ佐山さんの指紋ってことっすよね。こんなん採取してどうするんすか？こいつについた指紋と比べるのさ。え、これって例の奇想館で監督が見つけたってやつでしょ？そんなもんに佐山さんの指紋がついてるわけないんじゃ。普通に考えればそのはずなんだが、しかし、下地の部分を透明化してっと、こうして2つを重ねると、一致だな。完全に一致っすね。やはりこのフィルム缶を奇想館に置いたのは佐山さんってことか。つかもう一つ別の指紋も採取されてますけど、そっちは？そりゃ俺の指紋だよ。フィルム缶俺も触ってるからな。ああ、そっか。だったら気にしないでいいっすね。でもつうことはどういうことなんでしょう？本人に聞いてみるしかないだろうな。なんだ、指紋採取してんのか。ああ、まあなんかさっき監督やってんの見てたら面白そうだなと思って。散々くだらないおもちゃ扱いしといて、自分がハマってんじゃねえか。つうか、どんだけやってんだよ。あちこち粉まみれだぞ。いや、やってみると結構面白いんすもん、これ。いいけどな。掃除だけは後でちゃんとしといてくれよ。おーっそ。